ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎文孝です、今日は2023年7月の10日月曜日です。今日はデコボコシリーズの第3弾目、弟子藤井聡太の学び方、藤井聡太さんの師匠である杉本正隆さんの書かれた本です。これは第1章、勝つ力は好きと悔しさから生まれるという、その中の小項目です。悔しさが才能を伸ばすエネルギーになる。プロ棋士になるには大前提として高い技術が必要です。それに加えて性格、性分が大きく左右します。藤井はあまりにも早くプロになったためさほど意識されなかったのですが、そこにも恵まれた資質があります。弟子入り後に初めて藤井とハンディなしの平手で指しました。私が並んだ弟子2人を相手に同時に指す二面指しの指導対局でした。当時彼はアマチュア4段ぐらいです。1局目は藤井の能力を測ることを意識しました。藤井は落ち着いた指し回しで序盤にリードを奪って完勝しました。ところが師匠を任した藤井は特に嬉しそうな表情をするでもなく、普段と変わらぬ様子でした。ちょっと予想外です。2局目は負けられないと思って、やり落ちで私が勝ちました。すると今度藤井はまるでこの世の終わりのような落ち込み方をするのです。まだ対面が続いていた私ともお一人の弟子の将棋を正座のまま眺めていましたが、だんだん体の重心が下がってうつむく、さらにお腹を押さえて苦しそうな顔までするようになりました。隣の弟子と一緒に大丈夫かと声をかけて、心配のあまりに母親と連絡を取ったほどです。いやいやいや、七段の師匠と指して負けて落ち込み悔しがる、それほど藤井の闘争心は並外れていました。藤井はこの時のことについて勝ち負けの結果だけは覚えていて、プロになってからあの時は平手で指していただいてとても嬉しかったと話していました。師匠を任したことは自信になったと嬉しそうな表情に見えなかったのは、当人がかしこまってとても緊張していたからでしょう。藤井はできるだけ兄弟子たちと戦わせました。親世代の私と対局して負けたとしても、それは当たり前のことです。年の近い兄弟子ならば、いわばライバル関係です。だから負けると実に悔しそうな顔をします。その悔しさが才能を伸ばすエネルギーになります。才能のある子はもちろん過去にもいましたが、なんとなく来るというか、負ける時はあっさりしていて、無念さや悲しさの感情を見せたがらない子がほとんどでした。藤井が今人前やテレビで見せるのは年齢の割には落ち着いていて、勝っても負けても淡々としている姿です。またそうした大人びた佇まいが話題にもなっています。しかし実のところ、彼の心奥では、深いところでは、激しい闘争心が波打っているように私には見えます。例えば、兄弟子との対局に負けた時です。悔しさを抑えられないのでしょう。感想戦で、ここでこうすれば絶対に楽に勝てた。と勝ちへのこだわりをむき出しにすることがありました。確かにそれは敗者として清い姿ではないかもしれません。でも私はむしろいいことだと考えています。感情を表に出す出さないの個人差はありますが、悔しい気持ちがあるからこそ
次の勝負を頑張ることができるのです。彼にとってはどの対局も負けると悔しい大事な勝負だったのです。そうした大勝負を幼い頃から数多く重ねてきたことが彼を鍛え上げたに違いありません。今日は第一章の勝つ力は好きと悔しさから生まれる、そして今日のタイトルが悔しさが才能を伸ばすエネルギーになる。なるほど。私もチャンネル登録が伸びない時には伸ばす時のエネルギーがある、そう固く信じて前に進みたいと思います。かけよう。